はい、第203回、始めます。203回、2022年9月12日の6時回ったぐらいですかね。今回はですね、出産一時金について、出産一時金が28都府県で不足していると、23年度から大幅引き上げってことで検討されるってことですね。共同通信からですね。で、都道府県別の平均出産費用っていうことで、まあ図が載ってるんですけど、これね、都道府県によってだいぶ出産にかかるお金違うんですよね。これがまずびっくり。やっぱりね、お金かかるのは東京とか神奈川とか、都会ですよ。はい、これがもう出産にかかるお金50万円超えてる。55万円とかで、逆にかからないのがやっぱり田舎の方、佐賀とか鳥取とか沖縄とか、これが35万円とかなんですよね。大体都道府県によってこの20万円も差があるというね、同じ日本なのに。で、出産、まあしたことある人、もしくはしたことある家庭なら若干分かってると思うんですけども、子供を産むとき、妊産婦に支給される、出産育児一時金っていうのがあって、これが42万円なんですね、今。で、これを28の都府県で上回ってるという、もう過半数以上、だから42万円を上回った額は自分で出すと。だから52万円かかったら10万円は自分で出すと、出産のためにいう形になってるみたいです。で、我が家も子供生まれたんで、生まれたっていうか子供いるんですけど、その時にね、これもらいました。42万円助かりました。これでほぼほぼ賄えたと思います。確か記憶では、我が宮城県では。病院にもよるんですね、これ多分ね。都道府県にもよるけど、病院にもよるっていうことで、なんでこんなにね、佐賀で出産するのと東京で出産するのとお金がかかる違うんだっていうのは、ほんとね、おかしな話ですよね。まあ、それで、まあ、28都府県でこの42万円を上回ってると、出産育児一時金を上回ってるっていうことで、来年度から政府が少子化対策の一環として2023年度から大幅に引き上げる支給額を、方針だと。ただ出産費用は地域によって最大20万円の差があり、引き上げ幅をどの程度にするのか慎重な検討が迫られそうだっていうことで書いてあります。はい、まあこれはまあね、出産育児一時金、これ35万円しかかかんなかったら、この7万円は何なんだろう。育児に、もらえ、42万円はもらえるっていうことか。だから35万円で終われば7万円は育児の方に使えるってことか。赤ちゃんの服買ったり、ベビーカー買ったりなのかな。やっぱりそうなるとね、一時金目当てでわざわざ出産の時だけ鳥取に行くとかね、まあそんなやつはいないんだろうけど、した方がいいですよね、これ安いところで産んだ方がっていうことになります。まあ少子高齢化の一環として、対策として、まあこれはね、まあ今もうあってしかるべきっていうかね、もうないと困っちゃうっていうレベルですね。まあ子育てでお金がかかるとかいう前に、この出産でお金がかかるっていうのはね、やっぱりこれ42万円全部自費で出すって言ったらきついですからね。出産費用50万とか30万とかにしても、妊娠したらお先真っ暗みたいな形になるんでは困るんで、やっぱあってしかるべき。しかもやっぱり全額、公費負担っていうのはあってしかるべきだと思いますんで、まあ、岸田政権、まあ、地味な、案件ではありますけど、これを来年引き上げるっていうのはいいことなんじゃないかなと。まあ額にしてもね、大したそんな大きな額にはならないと思うんで、やるべきじゃないかなと思います。ということで、一時金のこと、出産育児一時金についてお話ししました。ありがとうございました。またお願いします。失礼します。